皆様、こんにちは。複数の中国メディアの報道によると、中国下有資産管理の雷承民元会長は、巨額の賄賂を受け取ったとして、1月5日に死刑判決を受けました。報道によると、雷承民は、総額17.88億元の賄賂を受け取ったほか、様々な横領行為から、累積額2513万円 合計18億元以上を受け取り、1949年の中国共産党政権発足以来、役人が受け取った賄賂の最高額の記録を更新したといいます。この事件は中国の金融汚職事件の第1位と言われています。しかし、中共中央政法委員会の周永光前書期に比べれば、来商民はおそらく最も腐敗した人物ではないようです。 中京の公式メディアは、州栄光が1.3億元を横領し、権力内容で14.86億元の損失を出したと報じましたが、ロイターは州一族が1000億元近く横領したと報じました。来商民は発覚を防ぐために、現金で渡すよう贈賄側に求め、お金を受け取った後、車である家まで行き、自ら金庫に入れるようにしていました。 また、尾行を防ぐために余分な回り道をしていました。彼は親しい友人などにその家のことをスーパーマーケットという隠語で呼んでいました。そこに蓄えられた現金は2億元以上に達します。スーパーマーケットに隠された巨額の現金は来商民の違法収入の一部にすぎません。現金以外にも不動産、高級車、ブランド時計、金、書画などを大量に受け取っていたといいます。 慎重を期してもなお、来商民の犯罪行為は発覚しました。2018年11月、中共最高人民検察院は、来商民事件が検察庁に移されたことを通知し、来商民は逮捕されました。2019年2月15日、来商民は起訴され、2020年8月11日、17.8億元以上の賄賂を受け取った罪に問われ、今年1月5日に死刑判決を受けました。 ご視聴いただきありがとうございました。